いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます。友達式コーチング認定マスターコーチの山やです。今回はゴールに向かう時の注意点ということでお話をしてみたいと思います。まあ、これはあの、現状の外側のゴールを設定し、そしてそのゴールに向かう時うほとんどの人はこれはえ無意識で気がついていることだと思うし、まあ、すでに注意されている方もたくさんいると思うんですけども、もしかしたら中には、えと、こう、取り違えているというかですね、 あの勘違いしてる場合もあるかなと思ってここの話をしてみたいと思います。えー、どんな点かというと、まあ、順にお話をしてみたいんですけどもうんといわゆるゴールはモントであるってことですよね。 いわゆるポジティブな状況、ワントゥーであるゴールを達成している状況は、もうワントゥー100%、24時間365日、ワントゥーの生活をしているゴールのゴールを達成している、えー、とイメージ、そういうコンフォートゾーンの中にいるということですねで。そこをイメージするけれども、まあ、現状外側ですから、えー、と現状はそれに比べたら、まあ、いろんなこう課題とか問題点とか。 まあそういったものがたくさんある状態ですね。気がつけば、ここは問題だなと、ここは課題だなと、もうそんなことだらけなんですよね。とということは、 現状に対して思いっきりこう課題、問題そして不満を感じる状況を、えー、リアルにこう作っていくというかですねすごくこう明確にそれが分かってくるという現状の外側のゴールを設定すればするほど高ければ高いほど、えー、ゴールが、えー、自分にとってこう高ければ高いほどですね現状に対する不満が、うん、強烈にこう増してくるということでもあると思うんですね。 じゃあ、この不満のエネルギーをゴールに向かうためのエネルギーに使うのかっていうところですよね、ここがまあいろんな考え方はもちろんあるんですけれども、えー、っと現状から抜け出したいっていうゴール設定だと、ですねやはりこれ負のエネルギーですよね、マイナスのこう、えー、いわゆるネガティブな感情、その,そのエネルギーをですねもうこんなところにいられないっていうね。 早く逃げ出したいっていう <laughs> そういうエネルギーだといわゆるこう現状から抜け出すという、えー、っとゴール設定をするとですね 抜け出すす直前ででエネルギーが弱ままってしまうんですねこの理論でいうと皆さんも気づいていると思うんですけどゴールを設定しゴールに向かう途中でもともと設定したゴールに近づけば近づくほどエネルギーが弱まってくるんで、えー、少しでも現状がゴールに近づいたらゴールを再設定していくということをやるわけですけれども、えー、そうでない限りゴールの手前で、まあ、結局はエネルギー止まってしまってゴールに到達できないですよね。 当初設定したゴールをしっかりと達成してその先に行くためには常にゴールを再設定していくってことをここもとにかく注意しなきゃならないところですよね。でですののの現状が分分ぐらい まで来た来ところそれはゴールに向かって元々いた現状から、えー、ゴールに対して、まあ、具体的な距離ではないけれども感覚的に20%、30%ぐらいもう現状が動いた瞬間に、えー、ゴールを再設定することによって元々設定していたゴールが通過点になっていって、えー、気がついたら、えー、そのゴールを超えていたとでもその時点でもさらにゴールは、えー、再設定してさらに遠くにそしてさらに高く えーゴールを設定している状況だと思うので、まあ、実際、そうなりますよねゴールを再設定しているという意味ではそうなるので、えー、まだまだエネルギーは弱まらないということですねだから、ここから抜け出そうとかこんな辛いところはなん、あのー、とかこう早く抜け出さなきゃとかっていういわゆるこう逃げ出すようなネガティブなエネルギーだと土地で止まってしまうんだということをまず理解しておくということがとても重要ですよねじゃあどうすればいいかと。 えー、これはもうあのシンプルにポジティブなエネルギーであそこに行きたいだから次のこういうことをやってる自分が自分らしいと。 まさにゴールを設定している、そのゴールを達成している、えー、自分自身が自分らしい、それがワントゥーのその状況なんだと、今はそこから外れてるから気持ち悪いと、ゴールを達成して楽しく毎日24時間365日、ワントゥーで充実した毎日を送っている自分が自分らしいんだと、そこに行って当たり前だというエネルギーで、えー、現状からゴール側に、まあ、進んでいくというか、戻る感じですよね。 もともとそこが正しい場所であると、ゴールを達成して自分が正しいんだということを強く思うことによって、現状に対するその不満というよりは、現状にたまたま外れているだけ、下の方に外れているだけで、早く戻らなきゃという、まさにホメオスタシスが働いて、えー、ゴール側に戻っていく、傍から見たらゴールに進んでいるという状況ですよね。 でもちろんそのゴールに到達する手前手前で止まってしまうのでゴールはさらに再設定先ほど言ったようにゴールはさらに先にそして遠くに常に再設定するような、えー、ことをやっていくということですねそうすると、えーまあ、ゴールに向かう,、まあまあ、こう正確に言うとゴールに戻るという言い方なんですけれども またから見たらゴールに向かうエネルギーが常に強い状態がありますよということですね。ということで、現状否定型のエネルギー、ネガティブなエネルギーではなく、ゴール肯定的な、えー、発想ですよね。ゴール肯定のエネルギー、も,もちろんそれは1-2のポジティブなエネルギーで、えー、ゴールに進んでいくということで、ぜひここはあの復習になると思うんですけども、理解していただければいいんじゃないかなと思います。 ということで、えーと、ゴールに向かうときの注意点、えーまあ、繰り返しになりますけれども、満足いかない環境にいてですね、こうネガティブを解消するエネルギーではなく、えー、ポジティブにゴールにいる自分が自分らしいというプラスなエネルギーで、えー、ゴールに向かいましょうということですね。逆に言うと、これができると、今満足いかない環境にいてもですね、 え、これはチャンスなんじゃないのって、ポジティブな発想でいろんなものが見えてくるんですね。ネガティブなその、えー、不満な状況だけではなく、いや、ここにポジティブなチャンスがあるじゃないかとか、いや、ここは感謝するべきだよね、ということで、感謝するべきその人が見えてきたりとかで、チャンスも見つかったりとか、そういう形になります。だから現状に対する不満だけではなくて、課題とかそういったものが見えるけれども、えー、チャンスだったり、 で感謝するべきポイントだったり、実はポジティブな、えー、情報がそこに転がっていたりとか、そういうことにも、えー、目がいくようになってくるという、まさにこういうことですよね、ネガティブだ、文句ばっかり言ってる、不平不満ばっかり言ってるということではなくて、ですね、その状況は自分らしくないと。 だからゴールが当たり前なんだとゴールに向かうんだけれども今いる環境であったとしてもチャンスが見つかるようなそういうポジティブな、えー、とマインドは決して、えー、と忘れないようにしていきましょうということですねこれがゴールに向かうための注意するべきポイント、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけどもぜひ、えーまあ、確認しておいていただければいいんじゃないかなと思います 現状、かなり苦しい状況の中に追い込まれている方が、えー、たくさんいらっしゃるのは、えー、と認識しておりますし、まあ、そういう,う相談とか問い合わせもたくさん実は届いているんですけれども、えー、決してですね、そう悲観することばかりではなく、えー、とその中でも、まあ、光るチャンスを見つけるとか、 まあ未来につながるためのポジティブな情報を積極的に見つけられるようなポジティブなマインドにぜひなっていただきたいなとそしてゴールに向かうためのエネルギーをですね根本的に今一度見直してみるとそれによってポジティブなエネルギーでゴール次から次へと達成できるようなマインドを作れるんじゃないかなというふうに確信しておりますということで、えー、と今後もですね皆さんがゴールに向かって で、えー、プラスに働くようなマインドの使い方についての情報を、えー、またお話ししてみたいと思います、えー、まあ、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいのでぜひチャンネル登録してください、えー、今回は以上ですワクワク様でした